三蔵法師現状物語12家中脱出。現状は家中にたどり着きました。付き添ってくれた二人の僧のうち一人、道生が言いました。法師様、実は私、昔からこの家中の近くの敦煌の洞窟で修行したいと思っていました。敦煌に行かせてください、お願いします。道生、そうだったのか。敦煌に行って修行鍛錬するがいい。法師様、ありがとうございます。その数日後のことです。家中まで現状を運んでくれた馬が死んでしまったのです。家中から先の帯域は国境を越える危険と大砂漠を越える危険が待っている。競輪をこの危険な旅に巻き込み道連れにするのは気の毒と現状は思いました。現状は競輪を領主に帰らせることにしました。法師様、今までありがとうございました。どうか孫と馬が見つかり国境が無事に越えられますようにと現状は弥勒菩薩に祈りました。現状が家中のお寺で法話をした時、役人理事長も法話を聞いていました。ある時です。私が役人の理長だ。領主からわざわざ使いが来るとは何事か。国金を犯す恐れがある重要人物について書いてある。渡された知らせを見ると、これは。その日の夕方、理長は現状が泊まっている寺に来ました。そこにいるのはどなたですか。役人の理長です。これはあなたですか。ああ、家中にまで知られてしまったか。私は現状です。国金を犯し国外へ出て天竺まで行こうとしています。それならば今すぐにでも出発してください。領主からの早馬で知らせが来ました。このままではあなたはすぐに捕まってしまいます。実は家中まで乗ってきた馬が亡くなってしまいました。それで代わりの馬と国境までの案内人を探しているのですが、見つからなくて出発できないのです。わかった。手配しておく。今夜のうちに案内の孫と馬を出し、私のところにはこんな知らせなど来なかった。理想さん、ありがとうございます。法師様、どうかご無事で。その日の夜、現状の前に現れたのは、現状の運命の歯車が動く。次回をどうぞお楽しみに。チャンネルドアノブがお送りしました。